私が普段、まあ、初夏は普段こう古典的な作品を模写する臨書っていうのがあって、それでこの二次元のものを見て、まあ、二次元でまた描くんですけど、どうしても三次元的動きをその古典の中でそんな何千年も昔の人が描いたものを見ながら、トレースをする、その空中でどう動いてるかも含めてトレースをするっていうことがすごい大事だなっていうふうに思ったのが最初にあって、で、まあ、それもあって池田さんにいろんな書道の本を渡してちょっと読んでほしいみたいな感じで、池田さんに読んでいただきましたね、あの時はね。だからそれでまあいろいろ理解してくださって、で、まあ、そういう、こう池田さんもいろいろ書道っていうものを少し見ていただいた上で一緒にスタートできたのはすごい良かったなと思ってます。うん、その臨書っていうことに関して、当然僕は全然書道に関して全く詳しくなかったので、書家がそこからその三次元上の筆の動きを読み取っているっていう話がすごい面白いなっていうのが結構この作品の着想の一つだったのかなと、そういう対話の中から生まれたきっかけの大きなきっかけだったのかなと思っていて、なんで僕の中ではこれはその僕には見えないけど書家には見えてる世界みたいなイメージが結構強いですね。皆さんに真上からどうやって書いたんだろうっていうのをちょっとじっくり見てもらえるように LED の光源を下に引いて作品を見ていただくっていう形を取りました。関数字の1っていうのを選んだのは、まあ、まあ書道でいうと一番最初に習う文字、まあ、横画をまず書くっていうことをするんですけど、その一番最初に書くものをこうどう自分が今書いてるのかも見たかったっていうのもあるし、なんていうんだろう、これはもう本当にこう今の自分のなんか全てを見せているようなシンプルなものほど全部出てしまうので、その筆の動きを今回記録してもらいたいなっていうのがあって選びました。書く前に行う行為として墨をするっていう作業があるんですけれども、その行為を可視化したい、その時間の経過を見てもらいたいっていうところから、池田さんとどういうふうに表現できるかっていうのを話し合って進めていった作品になります。大きな作品でもう1分ぐらいで書き終えるものだけれども、まあ、その前に墨すりっていうすごく長い時間があって、で その時間でこう自分の意識だったり呼吸だったりそういうものをこう整える時間として私はすごく大事な時間だと思っているので、ここから最後筆を持って書き始めるまで、で紙に行くまでのその奇跡ですよね。そうですね、うん、映画とかゲームのコンピュータグラフィックスによく使われているあのモーションキャプチャー技術というものを使っています。その中でもかなり本格的で最新のものを使っていて、120分の1秒の精度で、書家の今回の全身の動きと筆の動きっていうのを記録しました。もちろん写真作品との違いっていうのをすごく強く意識しました。で、そこにあるのはおそらく情報の解像度っていうものと変化するかどうかっていうことだと思っていて、情報の解像度って何かっていうと、こっちの写真の作品って物理的な光を捉えたものなので、ある種の解像度は無限なんですよね。全ての瞬間の情報が捉えられているんですけど、それに対してデジタル技術で捉えたモーションキャプチャーっていうのは高精度ではあるけれども、その120分の1秒以下の情報って抜け落ちてしまっていて、で今回その
3D でその動きを造形するっていう時に、うん、プログラムの情報の解像度のバリエーションっていうのを出して映像化しました。でそれによってそのすごく滑らかな形状ができたりとか、うん、そうすごくその情報が間引かれた直線的な形状だけれどもどこかその文字の面影があるような形状になったりとか、そういうバリエーションの出方が私はその興味深いなと思っていて。